この先例フィレンツェ、スカルツォ回廊の灰色と茶色のグリザイユのフレスコが、ヘロデの前の東方の三博士を描いた15世紀初期のフランスのステンドグラス。グリザイユが使われているグリザイユとはモノクロームで描かれた絵画のこと。装飾では、レリーフの中に物を描くために用いられる。色は一般に灰色か茶色が使われるが、少しだけ他の色がつくこともある。 グリザイユの絵画は、モノクロームということで、デッサンに似ている。写真で言うと、セピア調に当たる。イタリアでは、グリゾリアあるいは、キアロスクーロに該当し、グリザイユは別の意味を持つ。グリザイユは、それ、自体を目的とした装飾として、油彩の下絵として、エングレービングの元絵として、使うことができる。色をフルに塗るには、多くの画家と時間が必要で、 手早く安価に仕上げるためにグリザイユが使われることが多かった。もちろん、美学的効果としてグリザイユが使われることもあった。ジョットは、スクロベーイに礼拝堂のフレスコ画の枯列にグリザイユを用いヤンファンエークは、ヘントの祭壇画などの三連祭壇画の翼の外側にグリザイユの人物像を描いた。どちらの場合も彫刻のイミテーションを意図していた。 システィーナ礼拝堂の天井のフレスコ側一部がグリザイユで描かれている。ハンプトンコート宮殿のアントニオ・ベルリ,リオによる大階段の装飾の元の部分もグリザイユである。ネーデルラントのグリザイユの伝統は、マルティン・ファン・ヘームスケルク、ヤン・ブリューゲル、ヘンドリック・フォルツィウス、それにアドリアン・ファンデル・フェンネの帯びたしい作品を経て、レンブラントや、 ヤンファンホイエンのサークルまで遡ることができる。装飾写本はしばしば使える。色の制限からペンと水彩で描かれた。ジャンピュッセル、マッシューパリスラはそれを専門とした。アンドレア・マンテーニャ、ポリドーロダ・カラバッチオといったルネサンスの画家たちは、しばしば古典風の効果を狙って、つまり古典記の彫刻レリーフやローマ美術を模してグリザイユを使った。グリザイユという語は、 エナメルのモノクロームの絵付けにも使われる。窓に用いられたグリザイユガラスの恒例は、ヨーク大聖堂の北側の浴廊の端にある5人姉妹の窓である。ありがとうございます。